サミュエル・エドワード・トーマス・サム・バールドックは、イングランド・バッキンガムシャー州、アリス・バーリー・バーレ出身のプロサッカー選手。ダービー・カウンティ・ FC 所属。ポジションは、フォワード。弟は、サッカー選手のジョージ・バルドック。ウィンブルドン・ FC でプレーを始め、2003年のクラブ移転に伴いミルトン・キーンズ・ドンズ・ FC に移籍。2005年12月のフットボールリーグトロフィー。 ポルチェスターユナイテッド FC でトップチームデビュー。2011年8月、ウエストハムユナイテッド FC に移籍。2011年9月のミルウォール FC 戦で移籍後初出場。しかし負傷により長期離脱を余儀なくされ、ポジションを失い1年でウエストハムを退団することとなった。2012年8月、ブリストルシティ FC に移籍。 初出場となった8月のカーディフシティ FC でいきなりゴールを挙げ最終的にシーズン通算10ゴールを達成するもチームはフットボールリーグ1へ降格してしまった2013-14シーズンはリーグ1で得点を量産し得点王のタイトルを獲得した2014年8月ブライトンホーブアルビオン FC に移籍移籍金は推定200万ポンド 2018年7月30日、レディング FC に3年契約で移籍。2021年8月17日、ダービーカウンティ FC と2022年1月までの短期契約を結んだ。イングランド代表の一員として、2009FIFAU-20 ワールドカップに参加した。ありがとうございます。